まあ、これが出せたら相当面白いなと思ったんですよね。忍者浅草、寿司、舞妓みたいな流れで刀、楽器の何が一番面白いかってやっぱり見た目と、雰囲気っていうんですかね、顔みたいな、ただ切りっぱなしなんじゃなくて、そのやっぱ面とか角度が結構計算されてるデザインで、いろんな人が使う、どう使うかっていう可能性を見てみたいなっていうのが一番なんで、今からすごい楽しみだし、やってやったな感ありますけどね、とっても、はい。